サート、イベント、握手会、トークショー、スポーツ、そういった芸術活動を通して、未来の日本の地域の活性化に何か貢献できたらなと考えています。よろしくお願いします。ピチピチの高校3年生ミッキーこと岩見希帆、血液型は A 型です。よろしくお願いします。ピチ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 の高校3年生だよ。ミッキーこと大村ゆき子です。A 型です。よろしくお願いします。はい、はい、あとは何人の自己紹介で言いましょう。
ポーズで。誰が作ったの？みーちゃん。持ってください。持ってくださいよ。いや6月、あ、2日早いけど。
祭り行ったんですけど、今年2回目ですね、お祭りは。3店舗目。はい。
ここ愛知
福岡大学が初の天才なんですよね。私も初めて名古屋に来て、全てが初めてなことだらけで、まあ、アルバムの中にあのまっちゃんとあゆみが歌ってるフォーエバーの歌の中に年に一度のバースデー、この日が来るたび思い出すのよっていう詩があるように、今日年に一度のバースデーに、ね、この日が来るたび思い出したいと思います。今日ありがとうございました。それではここで本日の感想を、はい、今日は代表でAYU BEに聞いてみたいと思います。ではAYU BE、はい、今日は、このような、立教大学というところで、ステージに立たせていただいて本当にありがとうございます。大学での、学園祭というのは、今日で2回目なのですが、とっても楽しく過ごせることができました。なんか立教大学生になれたような気持ちになりました。はい、ありがとうございました。あゆめでした。イエーイ。だけだったので、はい、すいませんでした。はい、それはい、キャナーリクラブカナーリクリスマスにお集まりの皆さん、改めまして、キャナーリクラブです。以下のことを指令いたします。はい、何何、2日間横浜アリーナサンドホールで選び決定です。すごいね、すごい、まさか、てか、セックさんからって書いてないでした。聞いてなかったよね。聞いてない聞いてない。すごい、本人が来たらね、本当に子供たちに行きます。皆さん、お久しぶりです。キャナーリクラブです。メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。緊張しちゃって声が震えちゃうんだよ。好きなんて
トライフルメイキング映像どうぞ。メイキング、メイキングっていうかね、勝手に自作のホームビデオ、ホームビデオ的な感覚で、最初のオープニング、はい、じゃあトライフル、はい、トライフル戻ります。せーので、トライフル始まるよ。何やってんの、なんだだって、最初の、だってもうだって、こうやってもうだって1回目とかとかってもう泣きそうだったもん。ね、やばいやばいの。あやばいよね。そう、時間だから、もう明日も行っちゃいそうな勢いなの。だからね、続きがありそうな気がする。多分、打ち上げとかになると時間は控える。今トライフルが全7公演終了しました。はい、ました、終了です。いくちゃんもこの通り、はい、鼻も赤くて泣いて、カーテンコール泣いてました。でもみんなも心は泣いてます。いやいや、悲しい。なんかさいい方向の涙にしてこいよ。うんうん、これは感動の涙だよ。感動の涙、まだここ多分実感が湧いてないんですよ。そうなんですね。ピーチと、はい、まだやりたいんです。明日もその気持ちが明日も聞こうだね。明日やろ。3人だけで親御さんの聞くことがさ、こう超やりづらい、やりづらいやって、はい、はい、でも楽しかったよ。うん、楽しかった。なんかコメディの良さにも気づいたし、すごい笑ってるし、マネージャーさんが笑ってます。マネージャーさんみんな笑ってるよ。もう明日、はい、お疲れ様でした。チャリー。今から週末祭りで、そうです、祭りですよ、祭りですよ、祭り。また綿菓子買ってきます。今日は UDX なんで、すごい広いステージで、青春万歳はすごいくる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 回っちゃいたい。来ました、エレベーター来た。ピカピカしてる、キラキラしてる女の子たち。では当時1歳になったばかりのエリーナさん、いかがでしょう。はい、1歳になって歩けるようになったので、とても嬉しくて毎日歩いてました。ウッチーさん、はい、10年前の11月頃はちょうど私が3歳の誕生日を迎えた頃なんですけど、その頃保育園に通っていたんですね。でその保育園でちょっと滑り台とかブランコで遊んだり、とても元気な子でした。じゃあ次は4歳ですね、おっきゃんさん。はい、その頃は、まあ、ウッチーと同じように保育園に通っていたんですけど、結構朝行く時とかは泣いてばっかりで、小川の4歳はですね、ちょうどモダンバレエを始めた年でして、すごく人見知りが激しかったので、そういういろんな人たちのところでお稽古したりしろって言われまして、でも泣いてばっかりした。では5歳だったリッポンさん、いかがでしょう。はい、リッポンはですね、弟がその年に生まれまして、小さいながらにお姉さんを気取ってましたね。今と変わらずお姉さんっぽかった。そんなことないですね。8歳だったイクッチさん。はい、小学2年生なんですけど、その頃はですね、月曜日が、ピアノ、火曜日が習字、木曜日がそろばん、水曜日が水泳、金曜日がそろばんが週2回でとか、すごいハードスケジュールの中頑張ってた記憶があります。はい、今はできるか分からないんですけど、小学2年生の時に逆上がりができました。友達の協力あって、そのすごい逆上がりができたっていう記憶が残ってますね。それでは9歳だったマッチャンさん。はい、はい、あるアーティストの方に憧れて、歌とダンスに目覚めた年ですね。おお、素晴らしい。はい、じゃあ最後に高田さんなんですが。高田さんじゃなくてアユベなんですよ。アユベ、アユベ、なんで私だけ名字に。高田アユベさんと一緒に。あ、アユベです。アユベさん。そんな。その敬語で大丈夫です。アユベさんはですね、はい、ファンの皆さん計算していただければ分かるんですが、はい、当時
今のうっちーさんと同じ、はい、13歳でした。はい、13歳だったんですけれども、はい、その時、中学校1年生で英語の部活に入ってたんですよ。で、そのちょうど11月あたりって文化祭らへんだったんですけど、その英語の勉強のために英語で舞台に出たんですよ。どう？一つ半分分けてください。あげる。田植えはちょっと学校でも小学4年生から6年生までやってたので、毎年1回です。すごいね、ここはね。なんか感覚おかしくないですか？いいのかな。かわいくないよね。かわいいな。ちょっとエリーナ、イエーイ。やめろ。ポイン、ポイン。ごめん、キャッチョついてる。もうみんなつけるんですよ。で、本当だ。あともうちょっとだ。膝ついてる。よしかます。いやー、やめてよ。やめてよ。やめてよ。やめてあげれば平気でしょ。やめてよ。じゃあ、開けちゃった。本当に。待って、エリーニャ。エリーニャ。ちょっと可愛いかもしれない、このカエル。見せて。いやいやいや。あ、やっぱいいや。エリーニャ、カエル好きなの？あ、小釜の靴下がやばいんです。こんな汚れちゃって、もう今裸足です。頑張ってっちゃうか。誰誰。しかもこの感じだから働いてここで。もうさ、就職しちゃえば。やばい。もうやだ。帰りつけた。抹茶ひどいです。もうしかもお尻じゃないし、これなんか絶対ももそんな変わってないと思う。え、大丈夫大丈夫。あれ、なんかおかしい。大丈夫大丈夫。今だけ、今だけ。ちょっと待って、マッサージしてあげよう。マッサージしてあげよう。いいです。でもこれ顔に打ったら絶対綺麗だと思う。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 なりたいじゃん、この前言ってた、言ってた、言ってた。やばい、ちょっと視界顔なんだ。じゃあ、おけんの先に書きます。お、お、お、み、み、焦げ茶ですね。いいですよ、これ。はまります。そう、いつか乾燥してくる。イエーイ、まっちゃんにつけられました。あっけんに。コウさんはもう疲れました。コウさんコンビはさすがに腰に来ました。やばい、明日学校どうしよう。一人だけ腰とか低いのかって。やだよ。おはよう。野生動物。昼ご飯です。美味しそう。おがまなにプレゼントしたいと思います。はい、ありがとう。美味しそうです。いいから、いいから。あったいいから。エリーナが2人いるよ。エリーナが2人。ひどいよ。ひどいよ。チーン。さっきからすごい滑ってるんだけど。あ、これ、あ、見た。わ、すごい。ちょっとお気は早くないですか？やだ、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 やだ。本当やめて、本当やだ、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 やだ。すごい近いじゃん。ぜひぜひね、自然と触れ合ってください。お願いします。以上、ありがとうございました。キャナイクラブでした。バイバイ。
って書いてたらしいですよ。危ないと、鍵言ってる。
やっぱりエリーナはしっかりしますね。食べちゃった。寝ないの？
と撮りたくなったんだよね、オキアのこと。そうなんだ、ありがとう。あの、話しちゃうんだ。ダンブロッキャン、本気だよ。ダンブロッキャン真ん中アングルオッキャン真ん中最初の無理やりやから。ケンカしたことある？誰と？ちっちゃい時、友達とかの時あるよ。ないんだって。オッキャンはあるある。ちっちゃい人、いいかぶってる、いいかぶってる。すごい自分の中でもいろいろ出来事があって、そしてみんなとも出会って感動
を、今までの1年間の私たちの感謝の気持ちを皆さんに届けられ